こんにちは。こんにちは。大名パンダの清水でございます。はい。中野瀬。はい。来ちゃったね、あれ。今日届きましたね。来たねおしゃれの秋。はい。お買い物の秋。はい。そして、バッグの秋。はい。清水さん、はい、バッグの秋とは言ってはみたんだけど、はい、多分そんなものないっすもうね、言ったもん勝ちみたいなところはねバックの秋なんて誰も言ったことないかもしれませんけどもいいんです、はい、バックの秋です。バックの秋、はい、そうです。もう洋服はね、秋物が入ってね、来て、皆様のお買い物ムードも秋物で高まってると思いますけども、はい、スペシャルなバッグが届きましたので早速、まあ、簡単ですが動画でご紹介したらと思います。お願いします。これがこちらです。はい、こちらです。もうね、見て、はい、こちら寄ります。じゃん、マッキントッシュエンポーター、スペシャルコラボレーションやばい、もう元気使い果たすから変だね、変だね。ちょっとついさっきまで微妙に忙しくてね、ですね、バタバタして、ね、結構変な肺状態かもしれない変なテンションになってますが、はい、そうなんです。このマッキンポーターの、コラボバッグが入ってきました。はい、到着です。はい、で、マッキンと、まあ、いわゆるアウターブランドのマッキントッシュと、まあ、バックブランドのポーターで、この、コラボシリーズは別に今回が初めてっていうわけではなくて、はいはいはい、僕もね、いろいろ今まで見てきたんですけども、正直ね、個人的にあと一歩っていうものが多くて、まあ、特にね、アウター屋さんなんでほぼバッグなんて選ばずやってきたんですけど、今回は初めてやってます。はい、というのも、まあ、かっこよかったっていうのと面白かった、なんかそういうね、ラインナップがあったんで初めてやってみました。はい、で、今シーズンは3型ご用意してます。はい、が、やってますけども、なんといってもブログチラ見せ段階では、まあ、圧倒的な注目、お問い合わせいただいているのがこちら。はい、じゃん、じゃん、まあ、巾着と言ってしまうとね、巾着では厳密ではないんですけど、もう分かりやすくちょっと巾着と呼ばせてもらいます。でね、最近ここパンダでも増えました、こういうちょっとコンパクトサイズのバッグのニーズ増えましたね。はい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 、特に、まあ、バッグ持つ人は別にいいと思うんですけど、手ぶらの人ってなんか携帯、財布、まあ、例えばタバコとか、うん、それぐらいのがちょっと入るバッグってなんかね、すごくお求めの方が多いんですよね。で、例えばちょっとこう綺麗めな、まあ、クラッチバッグとかが、まあ、今こうね、気分ではないって方も多いと思うんですよね。まあ、割と服の感じがカジュアルな方がね、今多いので、はいはいはい、で、そういう面じゃこれすごく面白いです。まずこちらがこのいわゆるこう手持ちの部分もありつつ、作りもね、面白い、ちゃんとこういう感じで、はい、こうやってもう絞りでこうやって入れちゃう感じ。中はね、至ってシンプルです、うんうんうん、もう入れるだけ超簡単、うんうんうん、でこれをここでこう絞ってちょっとギュッとして、持つっていう、分かりやすくするとこんな感じ。はいはいはい、でこのサイズが確かにいいよね。ですね、ちょうどいい、うん、本当に僕たちが持つのにちょうどいい。てか、まあ、パッとこんなの持ってる人いたら、あれなんだっていう気になる、確かに確かに、みたいな巾着風かなみたいなとこはあるんですけど、この形は面白いんですけど、今回ね、実はこれ単純にそれだけじゃなくて、はいはいはい、まあ、例えば、まあ、分かりやすく言うと、この部分にもポケットがついてて、そうですね、まあ、さっと使うものはこのまま入れてもいいと思うんですよね、うんうん、で今回面白いのはなんとなんとなんとサプライズ、なんとなんとじゃんちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。止めますんで。なんとなんと、なんと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 じゃん、ショルダーになります。はい、ショルダーの、いやこれね、結構ね、正直僕も見た時に、あ、ショルダーなんかついてたかなと思ってたんですけど。はいはいはい。むっちゃ可愛い。いや、いいサイズ感がまたね、ショルダーで。そう、ちゃんとね、これね、そこがちゃんとこうパッと独立してる形になってるんで、うんうん、なんかいわゆるペタンってなってないんですよね。だからその形自体もちょうど可愛いし、うんうん、だから
このショルダー部分とさっきの手持ち部分もこれもどっちも外せるんですよ。だから使い勝手によって、ね、まあ、持ち方だったりできるんですよね、うん、でもなんか僕巾着の系のねイメージで持ってたけど、このかけてる感じむっちゃ可愛いな。いやだからすごい合ってますね。そうだからこれのこんな感じってちょうどなんか、うんうん、んって思わせる何か面白い存在になってますね、うんうんうん、はい。でまあ要は、まあ、巾着風ショルダーバッグはい、っていうとこだと思うんですけども、カラーがブラック。ブラック。で、こちらが2万7000円プラスタックスでございます。はい。はい、で、これ、まあ、現実的な話すると、実はもう一色オリーブ頼んだんですよ。色違い。ただ、オリーブがもうキャンセルで作れないって言われちゃって、今、入荷が黒だけなんですよね。はいはいはい、はい。ただ、これはまだ確定全くしてないんですけど、メーカーさん曰く、もしかしたらオリーブも用意できるかも、できないかもって今言われてまして、はいはいはい、変に期待させすぎるとあれなんで、まあ、ちょっともしそっちも合意できるっていう可能性があったらブログでご紹介したいと思います。はい。はい、と、まあ、これはね、よくブログで出てたんで知ってる人もいると思うんですけど、まだ他の、いわゆるバックスライドの、モデルもかっこいいです。それがこちら、次はトートバッグ。これまたね。これね、むちゃくちゃ可愛いんですよ。これ一足先にインスタに載せましたけど、めちゃくちゃいい感じの、ね、素材感がまた違って、さっきのよりと違って、もういわゆるこうナイロン系でもガシッと、うんうん、ヘビーに硬い、素材感ですね。でこれね、まあ、いわゆる手持ちのサイズもいいし、まあ、横幅こんな感じ、横幅ですね、はい、で細かいこのサイズもちゃんとポケットもちろんありますね。ここに、ボトルを入れれるみたいな感じですね。そうです、そんなもできます。なんかこう肩掛けもさっと切らして、うん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 、のもあるし、まあ作りはもちろん至ってシンプルですね。こういう形で、はい、ここにまあセンターに区分けがあって、こっちの左右に入れることができます。で、例えばこっちの部分もこういう細かい、ね、ポケットだったりはいろいろついてまして、はいはい、だからまあ、機能性とかはねすごくいいです。で、喜ばれるのはこの真ん中の部分はパッと開けると、この辺パッと意外と深めのポケットついてまして、でこれ何かというと、まあ、いわばパソコン収納ケージ。だから、ノートパソコンぐらいさっと入るし、まあ、別にパソコンじゃなくても、今だったらタブレットとかね、はいはいはい、あの辺を入れてもらってもいいんじゃないかなと思います。だから、いわゆるこう、レザーものの、なんかこう、真面目なトートバッグとかじゃなくて、ちゃんとね、なんかデイリーに大人が持つバッグってこんなの雰囲気いいなと思って選びました。ですね、なんか雨の日でも良さそう。そうです。もう傷汚れとかもね、もうちょっと強いタイプなので、でなんかメーカーさん曰く、意外とこの、サイズ感にすごくこだわってまして、うんうんうん、なんかね、確かに言われたらそうだなと思ったんですけど、この横幅が、まあね、簡単に言うとちょうどいいです。なんかあんまでかすぎると邪魔だなって、例えば、この椅子に座った時とかも、ちょうど自分の幅にね、収まるサイズ感。はいはいはい、だから、例えば、電車とかバスとか乗ってる時に、変に場所取らない。うんうんうん、まあ確かに、あ、そういったね、別にそれを売りにしてるわけじゃないんですけど、まあ使っていくと結構そういう面って、喜ばれるだろうなと思います。確かにっていうサイズ感ですね。そう、絶妙、幅も確かにそんな感じです。大げさにコンパクトっていうのでもないし、かといってもちろん大きくもないというところでは、この辺のサイズ感って雰囲気いいなと思いますね。でこちらがトートバッグで、これは黒一色で、一色こちらが、4万9000円プラスタックスです。4万9000円プラスタックス、はい、個人的にはめっちゃ好きです。はいはいはい。とこれ中野瀬ね、これ欲しい、買っていいんですか。もうずっと届くなり、中野瀬が欲しいっす、欲しい言い続けてるのがこれです。動画撮るまで絡ってましたからね。でもう、まあ、僕もね、正直大好きなのがやっぱリュック。もうリュックは大好き です。パンダもね、最近リュック系ってなんかあんまやってなかったなと思って。そうですよね、レザー、うん、なんか最近トートバッグばっかやってたなと思って、ちょっと選んでみました。素材感はトートバッグと同じです。です。でもこれもね、可愛いよね。これね、サイズ感といいですね。そう。可愛い、見た目も可愛い。ちゃんとこの辺の持ち手もちょっとついてまして、うん、で、細かいところはブログで言っていけたらと思いますけど、次、収納口、むちゃくちゃあります。この外側もあるし、はい、中もちゃんとあったりとかするし、よいしょ。で例えばこの部分もちゃんとポケットの中になってるんですよ、うんうんうん、で内もちゃんとついてる、内もですね、はい、うんうん、で中も
こんな感じも続いてて、でメインのところもちゃんと収納力はね、多分見た目以上にありますね、はいはいはい、こんな感じちゃんと深めのポケットになってるので、まあ、ここもここがあの例えばパソコンとかもまた入れれますね、この部分ですね、うんうん、さっきと同じイメージですね、パソコンタブレット入れたりっていうスペースと、ちゃんとこのこっちの方のポケットもあります、メッシュ状になっててペン差しポケットもあったりとか、まあ、こういう内側のねこの洋服から ね、 このマッキンとねポーターのタグとかがちょっと分かんないところについてるあたりはやっぱ、ね、ちょっとそそられますね、いいですね、そうなんかこの辺とかってなんかガチガチに決めて持つようなバッグじゃなかったりするんで、なんかそこはねなんかいろんなスタイル選ばず楽しめるかな、うん、まあ、別にジャケットとか綺麗な感じで持ってもすごくいいし、あの、まあ、めちゃくちゃラフな雰囲気で、持ってもらってもすごく雰囲気はいいんじゃないかなと思います。であとはやっぱレザーじゃないので軽い、そこいいです、うん、あの見た目ちゃんとスポーティーでいいし、でもなんか他とは違う面白さもあるし、この軽さは例えばこれも、ね、荷物入れて入れてもね、あのしっかり、そうですね、そうですね、この形結構あのなんて言うんでしょう、幅が大きいのが多いイメージがあるんですよね、うん、僕でこの子がそんなに横幅ないところも好き、うん、この幅感ってこんぐらいなの、そうなんです、そうなんです、でも多分ねこの見た目からは想像できないぐらいちゃんと収納力も、はい、入りますありますよっていうところですね、だからまあなんかある程度バックブランドってなんか決めてるところがね、なんか決まってるところがあったりするんで、なんか他と被らないもの、うん、前までねなんかもっとこうシルバーのパーツとかが目立ったものが多くて、なんかちょっとこうやりすぎ感があってあんまやらなかったんですね、はい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 、そういう面じゃこれってデザイン的なものでなんかいい意味で余計なものがないっていうところが良くて、うんうん、例えばあの最近仕事スーツでリュックで行ってますみたいな人も多いので、まあまあそのオンオフ兼用っていうところではどっちでも対応できるかなと思います、まあ、これに例えば仕事で持ち込んだのでね、リュックチャリで出勤みたいなのも、まあいいね、まあまあまあスーツ姿にこの感じ、はい、そう、そんなのもいいと思います。だこれが、リュックタイプが54000プラスタックスでございます。54000、そんなにしないっていうところも、ね、まあ、あの安くもないんですけど、ですですです、思ったよりはおおっていう、そうなんですあ、行っちゃうかみたいな、あのいい価格では作ってくれてるかなと思います。っていうところで今回、3型ご用意してみました、はい、じゃん、はい、なんで、このまあ変形型ね、ショルダー巾着というかトート&リュックの3パターンご用意しました。であとはね、あのアウターとかはマッキントッシュ頼んでますけども、このバッグなんかもねまた違う面白さがあると思うのでぜひ見てもらいたいなと思います。はい、はい、お願いします、はい、まあ、そんなこんなで、今日の動画手短ね駆け足ですけど終わりたいと思います。はい、またパンツもねいろいろなんか入荷続きだから暇だったらやろうかなと思ってます。あ、ですねですね、はい、今日はしないかもしれないまあそんなこんなでぜひご注目ください。お願いします。ありがとうございました。失礼します。失礼します。